オプション。今日はチョウシャンの顎の経過報告をしようと思いますね。ついでにね、ご飯だね。ご飯、ご飯、ご飯食べる。ご飯行こうか。持ってしなくていいよ。行くよ、行くよ。お、ホムちゃんも一緒に行く。みんなで行くよ、みんなで行くよ。お、ホムちゃんも行く。珍しい。あ、珍しい。みんなみんないる。多いな。おー、多いね。猫がいっぱい。トロちゃん早い。この家こんな猫いたんだ。行くよ、トロちゃん。ご飯モピちゃん行くよ。モピちゃんはカムちゃんは来るかな。カムちゃん見に行った。チョシャン、チョシャン、チョシャン、チョシャン。偉いね、チョシャン。はい、食べました。なんて楽なんでしょう。シャンはご飯を食べたら水を飲んで顎拭きタイムになります。嫌だけどさ、チョウシャン拭かないといけないんだよ。ごめんね、チョウシャン。嫌だね。はい、チョウシャンはご飯食べたらこうやって顎を拭きタイムになります。で、前に比べてね、だいぶ綺麗になりました。前はね、あのかさぶたがあったりとか、それが剥がれてとか、すごい血とかが出てたんですけど、もうだいぶね、そう、黒いのもなくなって皮膚が綺麗になってきました。前まではそのかさぶたとかがすごいたくさんあって、なんか肌がすごいボコボコした感じになってたんですけど、やだね、やだね。だいぶ綺麗になりました。やっぱお薬とね、まだちょっと画面越しに見ると汚いかもしれないんですけど、これでもかなり綺麗になった方です。見に来たの？優しいね、トルシャン。やだね、チョシャン。1週間ですね、だいたい1週間でこれぐらい。くしゃみが、くしゃみか、くしゃみだったんでびっくりしたね。鼻がムズムズしたね。痛かったんかと思ってびっくりしたじゃん、チョシャン。こういう黒いのもね、徐々にポロッと取れるようになってきたので、だいぶ改善はしてきてるのかなっていう感じですね。もっともっとひどかったからね。いい子ね、チョウシャン。赤いところがもうほとんどないから、そう、あんまりあの痛がらなくなりました。最初はもう痛い痛いで逃げ回ってたんですけど、最近はそこまでじゃなくなったのでね、よかったです。よかったよかった、チョウシャン。暴れんくなったね。えらいね、チョウシャン。いこいこ。はい、こんな感じで綺麗にしております。お疲れ、チョウシャン。最近はこれがルーティンになってます。朝ごはん、昼ごはん、夜ごはんのね。